はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはピークパフォーマンスっていうスウェーデンのブランドのハードシェルジャケットとパンツ、まあ、スキーウェアの上下でございます。ゴアテックスプロとプリントしてありますね。通常のゴアテックスよりもこのプロがつくとですね、透出性が高いんですね。 R&D リサーチ&ディベロップメントと書いてあります。研究開発と、まあ、この研究開発という思想がですね、このブランドのものづくりに生かされているのかなと。で、裏地ね、こんな感じになっておりまして、ゴアテックスのハードシェルジャケットの裏地、こんな裏地が多いんですけど、この格子状になっていて、触るとねサラサラしてる感じ、これはねもうお高いハードシェルジャケットに使われていることが多いので、見たらわかる、これ高いやつやんというのがですね、この裏地にも言えるんじゃないかなというふうに思います。お洗濯表示こちらでございまして、表地も裏地もナイロンでございまして、メンブレンというのはゴアテックスプロ膜ということですね。遠心ポリテトラフルオロエチレンと書いてあります。なんじゃそりゃということですけども、ゴアテックスですよ。で、一番左側の40というのが水洗い OK で、アンダーバーが1本引いてあるのはちょっと機械力を制限したりとかね、ちょっと優しく洗ってくださいねというようなことでアンダーバーが1本引いてあります。で、水洗いできるのに一番右側の W、 これプロのウェットクリーニングなんですが、水洗いができるのにプロでウェットクリーニング、つまりプロの水洗いはやっちゃダメだよというような謎の選択肢表示がついております。全く問題なく水洗いできると思いますね。その W の左隣にある丸はドライクリーニング、ドライクリーニングは×になっております。まあそれはね、納得でございまして、ゴアテックス接着してある縫製だけじゃなくて、いろんなところ貼り合わせてできてあるものなので、まあドライクリーニング、石油系の有機溶剤を使った全体処理をしてダメですよと書いてあるものとか非常に多いです。あとは一番最初にちらっと見せた腕のゴアテックスプロなんてのはプリントなのでね、そういったプリントにも影響を及ぼしてしまうんじゃないかなというふうなことで、溶剤を使っての洗いは NG となっております。なるほどね。どうして AW ウェットクリーニングがダメなのかって、やっぱり謎仕様ですね。非常に新しいモデルなんですよ。これ2020-2021年モデルだからね、ワンシーズン前のモデルで、まあ、使用感が、ワンシーズンの割にはあるっちゃあるんですけど、でもまあ生地的にはモデル的にはまだ全然新しいものなんじゃないかなというふうに思いますが、背中に、シミがあります。黒いライン状のシミが左側にあるのと、あと右側にはですね、油染みのようなちょっと濃く濡れたように見えるシミがあります。これはもうお客様もね認識していて、ここのシミを取ってくださいというようなことでお預かりしております。雨とか雪とか風とかにはめちゃくちゃ強くてですね、生地自体もものすごく丈夫ではあるんですが、油には弱いですね、火にも弱いですね。なので、油染みがついてしまうとですね、非常に厄介。他のゴアテックスじゃないものだったら意外と楽勝というか簡単に取れるようなものでも、ちょっとねゴアテックスについてしまうと厄介かなというふうに思います。だからね、シミはね、何がついたのかっていうのも大事なんですけど、何についたのかっていうのがねもっと大事だったりするんですよね。で、全く同じデザイン、同じ色味のパンツでございますが、パンツはですね、このゴアテックスっていう刺繍の周りの黒ずみと、レコと書いてあるところの周りの黒ずみがあるのと、あとはねお尻太ももあたりにですね、ちょっとジャケットにもあったような黒いシミがついてますね。ドット状に 1,2,3,4,5 箇所ぐらいついてるのかな、薄いのと濃いのとついているので、このシミを取るというような感じでございますね。しかしこの色すごい色だと思いますね、このブルー。もうね、ピークパフォーマンス発色性がめちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですね。これはねゲレンデではめちゃくちゃ映えるんじゃないかなというふうに思います。さすがですね、その辺はね。洗濯表示は全く同じものがついているだろうなと、あららら思いきやですね、なんとこちらはですね全て同じなんですよ。ナイロン、ナイロン、表地、裏地、ナイロン、そしてメンブレンは遠心ポリテトラフロエロエチレンで同じなんですけど、なぜかこちらはウェットクリーニングが丸になってますね。ジャケットはウェットクリーニング×になっているのに、パンツはウェットクリーニング OK と、これまた謎仕様でございますね。さあ、それではシミ抜き、全体のクリーニング、撥水加工してみたいと思います。
はい、仕上がりがこちらでございます。これやっぱね、もう見れば見るほどめちゃくちゃかっこよくて、めちゃくちゃ高品質で、ものすごいいいジャケットだなと。これはね、もう間違いなくめちゃくちゃ高いんじゃないかなと思いまして、でね、スマホを持ってね、Google で Google カメラでね調べたところも一発で出てきましたね。やっぱお高いジャケットですよ。もう10万円しました。10万円するジャケットです。パンツは8万円するジャケットなんで、上下で18万円するジャケットでございましたね。ジャケットとパンツでございましたね。いろんなところに、カバーをしてあります。ファスナーの持ち手、ファスナーたくさんあるんですけど、ファスナーの持ち手一つ一つにね、特殊なアルミホイルのちょっと硬いやつでね、カバーをして、まあ、機械力をかけて洗ったり乾燥したりするときにですね、ダメージないように気を使いました。まあこれはですね、別にそのピークパフォーマンスだからとか、お高いやつだからというふうなわけではなくて、別にそのハードシェルジャケットじゃなくてもね、カバーできるものというのは全てカバーをさせていただくんですけども、そういうね、手間を惜しまないというふうなことがですね、やっぱ当店のクリーニングのメンテナンスの基本でございまして、もちろんシミもですね、望ましくない変化の兆しを感じないんであれば、シミが取れるまでずっと作業を続けるというふうなことで結果を出させていただいております。ライン上のシミ、黒いシミ、綺麗になりました。よかったです。何一つ望ましくない変化生じることなく、シミだけを取るというのはシミ抜きでございますので、お色、グロス、質感、風合い、そしてゴアテックスの機能性損なっておりません。大丈夫です。ただね、こっち側のね、濡れたように見える濃い油シミだけね、薄く残ってしまいました。ほんのちょっとですけどね、本当はね、こんなに薄くなったんだから、もう完全にシミを取りたいなっていう風にめちゃくちゃ思うんですよ。これゴアテックスじゃなかったらもうちょいきついことやってたなっていう風に思うんですけど、でもやっぱね、ゴアテックスメンブレンっていう膜だけでその製品化できないのでね、表地と裏地でこう圧着して、生地を作ってるわけなので、そういう接着樹脂に影響を及ぼすんじゃないかとかね、それが剥がれてきてしまうんじゃないかなんていうようなことを思うとですね、やっぱりシミ抜きしにくいんですよ。もう機能素材、ゴアテックスを使った機能素材はですね、シミ抜きがしにくいと、特に油染みはシミ抜きがしにくいよというようなことをですね、ちょっと覚えておいていただければなというふうに思います。でもね、取れないわけじゃないですよ。取れないわけじゃないけど、シミが取れなければどん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 シミ抜きをきつくしなければならなくて、でそのきつくしても大丈夫なものもたくさんあるんですけど、ゴアテックスに関して言えばですね、それがしにくいというようなことでございますね。しかしピークパフォーマンスってかっこいいっすよね。かっこいいです。なんかね、自分もスキーをするんですが、まあ、着てみたいなというふうに、欲しいなというふうに思うブランドですね。山形じゃ売ってないですもんね。ネットで買うしかないですかね、やっぱりね。パンツの方もですね、ファスナーにはたくさん持ち手がついていて、すべてカバーをさせていただいたんですが、まあいろいろ細かいことを言えばですね、まあ、ネットで検索していただければすぐにわかるんですが、とにかく機能性が半端ないです。実際にリアルに山でスキーで、バックカントリーで、使う際にですね、こんな風にポケットがあったらいいでしょとか、こんな風に止水になっていたらいいでしょとかね、そういうところの機能性が半端なくてですね、本当に機能素材を使った行動着として素晴らしいお洋服なんじゃないかなというふうに思いますね。確かにね、お高いですよ。お高いですけど、その高いだけの価値は十分にあると思いますね。で、シミ抜きなんですけども、ね、こちらも黒いシミ、レコのところと、あとゴアテックスのところについていたんですけど、すっきりと綺麗にすることができております。黒いシミはね、落としやすかったですね。大丈夫でしたね。良かったですよ。大丈夫でしたよ。で、お尻のところ、太もものところについていたのもこんな風についていたんですけど、すっきりと綺麗になっておりますので、何ら問題ないですね。もうね、明日から9月ですよ。もうあっという間にね、雪が降ってスキーやスノーボードができる季節がやってきます。
スキー場の早割のシーズン券なんていうのもですね、もう売り出される時期でございますし、そろそろスキーチューンナップしとこうかなとかね、ウェア洗ってなかったなとかね、チューンナップはうちじゃできないですけど、ウェアのシミ抜きとかクリーニングであればですね、撥水加工も含めて、ご相談いただければですね、しっかりと作業させていただきますので、ぜひぜひご利用ください。ありがとうございました。武田クリーニングでした。